続きまして外務大臣のご祝辞を外務省北米局日米安全保障条約課長有吉隆様から頂戴したいと存じます。河野外務大臣からの祝辞を代読させていただきます。上地克明横須賀市長並びにご列席の皆様、水師提督ベリー上陸記念式典の開催に際し心からお祝いを申し上げます。ベリー提督は米国大統領の親書を携えて1853年7月14日にこの栗浜に上陸しました。このベリー提督の上陸は日米が関係を築く第一歩となり、そしてまた我が国が近代国際社会の一員となるきっかけとなりました。そしてペリー提督の上陸から165年を経た今日、日米同盟はかつてなく強固なものとなっています。ペリー提督が米国バージニア州ノーフォークを出港したのは1852年の11月24日のことです。そしてペリー提督はケープタウン、セイロン、シンガポール等を経由して約8ヶ月かけて、日本に到着しています。一方、私は昨年11月の下旬から同じ8ヶ月の間に米国のテラソン前国務長官、ポンペオ現国務長官、そして国務長官の空席時に代理を務めておられたサリバン国務副長官との間で計9回の会談を行い、北朝鮮情勢を中心に綿密な政策のすり合わせを行ってまいりました。もちろん航空機をはじめとする技術の進歩という側面も大きいのですが、ペリー提督が日本にたどり着くまでにかかったのと同じ期間に両国の外相が月1回以上のペースで9回も会談を行っていることは、日米関係がこの160年余りの間にいかに緊密なものとなったかを示しているものだと思います。ペリー提督も日本がこれほどまでに緊密な関係になるということは想像していなかったのではないでしょうか。もちろん私としても現状に満足することなく、今後も米国と緊密に連携しながら地域と国際社会の平和と繁栄のために取り組んでいきたいと考えております。本年は明治50年でもあります。本日の式典で我が国の近代化と日米関係の原点を振り返るとともに、ペリー提督の上陸を数多くの人々の努力によって我が国が近代国家として発展し、強固な日米同盟が実現したということに思いを馳せることは大変意義深いことだと考えております。本日の式典の開催のためにご尽力いただいた上地市長をはじめ関係者の皆様、そして横須賀市民の皆様に深く感謝を申し上げます。最後に式典の成功と日米関係のますますの発展を記念して私の挨拶とさせていただきます。平成30年7月14日外務大臣河野太郎、ありがとうございました。生誕地であるニューポート市の市長から本日の式典にメッセージを頂戴しております。メッセージは次第に織り込んでおりますのでご覧ください。 We have also received a greeting from the Mayor of Newport, Rhode Island, the city of Commodore Perrysburg. This message is included in today's program. 続きまして、港オアシスペリー栗浜登録証交付式を行います。 NowYou'll begin the presentation of proof of registration for Minato Oasis Perry Kurihama to the city of Yokosuka. Minato Oasis とは、港の施設やスペースなどを活用して、住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われている施設を国土交通省が登録する制度です。Minato Oasis is designated and registered by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism for port facilities and spaces.I continue to promote the area through the participation of local residents. ペリーゆかりの地、ここ栗浜港周辺は企業や商業施設の進出、
フェリー祭をはじめとしたイベントの開催などにより、昨今にぎわいが増し、市民参加の活動が活発化していることから、港オアシスペリー栗浜として登録される運びとなりました。As the land title Commodore Perry, the Port of Kurihama area will be registered as Minato Oasis Perry Kurihama. For its promotion of businesses and industries, events such as the Perry Festival, increasing growth and activity and revitalization of the community. 登録証交付に先立ちまして、国土交通省関東地方整備局副局長高田正幸様よりご挨拶を頂戴いたします。 Deputy Director General Masayuki Takada of the Ports and Harbors Bureau of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism will now deliver a message. An English translation is included in the program. ご紹介賜りました整備局副局長高田でございます。まず今回の豪雨災害におきまして、お亡くなりになられました方々のご冥福を申し上げますとともに、被災された方々のお見舞いを心からお見舞い申し上げたいというふうに思います。私も整備局の方としましても、現在テックホースという形で中国四国地方に90名を超える職員が派遣され、支援活動を行っているところでございます。さて今日は局長が公務のため出席できませんので、代わりに代読をさせていただけますが、その前に一言最近の動きということで、ご紹介させていただきます。ここはペリー提督が上陸されたという栗浜の地でございますが、現在私ども上市長らと一緒になりまして、東京湾の中で新たな上陸の地ができないかということを模索しております。具体的には東京湾の入り口に位置します離れ小島である第二海堡という島であります。昔は海上要塞、今現在立ち入り禁止というふうになっておりますけれども、この地に気軽に市民の方々も含めて上陸できるような取り組みを現在進めているところでございます。この港オアシスペリー栗浜とともに新たな観光地とならないかということで、現在取り組みを進めております。それでは代読をさせていただきます。平素より国土交通行政、とりわけ港湾行政に格別のご理解とご支援を賜り、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。本日水師帝国ペリー上陸記念式典の開催及び関係者の皆様ご出席のもと、港アシスペリー栗浜登録証交付式が取り行われることをお喜び申し上げます。港アシス115カ所目の登録となる港アシスペリー栗浜は8カ所の施設で構成されております。その中でも代表施設である東京湾ペリー栗浜ターミナルには情報提供、交流、休憩、商業機能を有しており、地域を結び人と人とを結ぶ重要な拠点となっております。また昨年より栗浜の事業者が一体となりペリーと黒船朝市を随時開催するなど、地域住民の交流やにぎわいづくりに積極的に取り組んでおられます。栗浜への来訪者と地域住民との交流の場として、またペリー提督上陸の地栗浜として港アシスを活用いただき、さらなる港のにぎわいづくりが推進されることを期待しております。最後になりましたが、本日ご臨席の皆様のご健勝と栗浜のさらなるご発展を祈念いたしまして、挨拶をさせていただきます。平成30年7月14日高度交通省公安局長福地道夫代読、本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは登録証交付の準備を行いますので、しばらくお待ちください。 We will now prepare for the presentation. Please wait momentaryWe will now begin the presentation of proof of registration.
港オアシスペリー栗浜設置者の横須賀市長へ高田様より報告いただきます。よろしくお願いします。ではここで写真撮影をさせていただきます。撮影される方はどうぞ前の方にお越しください。